じゃあそのお姉さんが作ったワッフル、はい、クオリティすごい。頂に出会えてもう感激です。すごい。これおいしい記憶試食させてください。よかったですよかったです。ではおいしい記憶をご紹介します、はい、鳥取県の男性のおいしい記憶です。3月梅の白い花が咲く頃になると脳裏によみがえってくる光景がある。日本海を望む梅林の中、農業高校の同僚と一緒に囲んだ食事だ。メインは鳥取県西部地方に伝わるいただきという郷土料理。同僚と食事を共にした機会は数知れないほどあったが、梅の花といただきは格別だった。いただきますじゃなくて普通にいただきっていう郷土料理があるんですね。あっちの方じゃない、その山のいただきみたいな。あ、そっちのいただきだ。いただきを求め向かったのは鳥取県米子市のとある裏山。なんで裏山？あ、こんにちは。記憶さんの山増さんです。ここがいただきを食べた場所。そうです、こちらのあちらの方に、ね、梅林があるんですけど、あちらの梅林でこちらの同僚と一緒に食べた思い出があって、37年前の教育実習もこちらの学校でさせていただいて、すごく思い出深くてもうずっと見てしまいますね。本当に記憶さんは現職の高校の先生、農業高校で食品の製造に関する知識や技術を教えています。じゃあ私も分かっちゃった。おにぎりですよ。今から37年前、この地で教員人生をスタートさせました。春になると梅の木の下で同僚とお花見をするのが毎年の定番。農場管理室で作っていただきとか豚汁とかね、重たいものを持って坂上がってきて詰まってますね、若い時の思い出が。いただきとは一体どんな料理なのでしょうか。まあ、いなり寿司の大きい版ですね。それになおかつ具材が入ってて、鳥取の郷土料理、鳥取県西部地方ですね。中部東部の方は知らないと思います。知らないんですか。僕はね、作ったことがないんです、残念ながら。食べる専門でした、情けないですけど。というわけでいただきを求め鳥取県境港市へやってきたのは、こちら米屋産業。スーパーなどに並ぶお惣菜を作る会社です。はい、あ、こんにちは。こんにちは。社長の浜田隆俊さんです。いただきの PR 活動をしている松原さんにも来ていただきました。すみません、ありがとうございます。親の世代であればこう慣れ親しんだ郷土の料理ではあるんだけども、ちょっと地域がずれるとなかなかそれご存じない方が多いということで、もともといただき自体がお袋の味ってことで伝わってきてるので、実際あのこの旧品地区からどっかに嫁がないと広がっていきませんよね。お二人はイベントへの出店や料理教室などを通して郷土の味いただきを全国に発信しています。すごく気になる。作っとられる先生方が準備している周りの風景がなんかこういう思い出します。いただきの材料がこちら。一見お稲荷さんのようですが、そうですね、お稲荷さんの感じ。これはあの水に浸してさらして置いてあるものです。米を炊く前に具材と混ぜ合わせます。そして、え、油揚げに切れ目を入れてありますんで、口を開けながら入れていただいて。ご飯は炊くんですか、これから。これから炊きます。油揚げの中で炊く、はい、そうです。これ一緒に炊き上げることで野菜や油揚げから出る旨味をお米に閉じ込めるそうです。このやり方だ。記憶さんも初挑戦。絶対美味しい。いや、こぼれます。やばい、こぼれたんだけど、ちょっといいですか。テンションが上がってこぼ、いや、なんかでもいい声の入らないですね。いや、懐かしいです。まさかここでいただきに出会えても感激です。ちなみにいただきという名前は、この三角の形が鳥取の名峰大山のいただきに似ていることから付けられたそう。これを今日は電気炊飯器で、ご家庭でもできるようにやってみたいと思います。
炊飯器の底に昆布を敷いていただきを敷き詰めます。そこにこれはすごい、だしと、あとこの昆布もそうなんですけど、炊き上がった時にあの副菜として食べれるんですね。一緒に煮上がったものがだしを吸って昆布も刻んだりなんかして、最後に醤油などの調味料を加えたかつおだしに浸して落とし蓋をしたら、スイッチ反応、スイッチ押します。はい、どっちです。じゃあ、あと約1時間で出来上がります。おー、なんかお稲荷さん、何枚が来たいです。じゃあ、ちょっと待ってください。勝手に期待しちゃいます。そして1時間後、お惣菜系これは、味染みてますよね、これ。うわ、思い出の餅で食べたいんで、これに詰めていただきます。かわいいな。持ってきてたっちゃう。ちゃんと言って申し訳ないですけど。だいぶふっくらした感じがしますよね。一つ食べればもう腹いっぱいになりますよね。いい、思い出の場所で。ありがとうございます。見てください。美味しくいただきます。いただきを持って裏山へ。ちょっと黄昏ると。37年ぶりに美味しい記憶と再会です。それじゃあ、いただきます。かわいい。かわいい。大きいな。大きい。重た。ピザ食べてるみたい。思い出しますね、当時を。いや、みんな食べたいですね、一人じゃなくて。集まれば教員生活の思い出が詰まったいただき、スタジオにお届けします。では、記憶さんの山松先生とリモートでつなげております。先生、こんにちは。どうもこんにちは、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ召し上がってみてください、ね、じゃあちょっと食べてみますね。いただきます。これあのたい焼きみたいにどこから食べるみたいなのがあるんですかね。全然上から。先生、上からでもいいですよね、これ。上からでもどこからでも。いただきます。おいしい。あ、わあ、しっかりとしたお稲荷さんではなくて、やっぱりその炊飯器の中で炊き上げてる加熱方法のおかげか、こう張り詰めてるんですよ、なんかこう張り詰めてて、ね、すってこう、お米と油揚げの部分の一体感がすごいですね。そうそうそう、こうピターッとくっついて、めちゃくちゃ美味しい、ね、何これ、最高に美味しいです。ちょっと待って先生、すみません、なんか一人にして。ごめんなさい、あまりに美味しくて盛り上がっちゃった。すみません。見とれてました、藤井さん、いつもの面白い藤井さんで。こちらこそ、ありがとうございます。いつも素敵でもお見かけしてますんで。ありがとうございます。本当に美味しいです。あ、僕も久しぶりに、ね、この前食べたんですけど、すごく美味しかったです。うん、作られてみて難しかったとかありました？油揚げにね、米と、なんかおかずとかを入れるのが、ボロボロボロとこぼしてらっしゃいましたもんね。うん、あ、見ていただきましたか。見ました、見ました。実は見たんですよ。ありがとうございます。この間は残念ながらね、他の先生方お集まりになれなかったですけど、またちょっとね、機会を見つけていかがでしょう。機会見つけて、ぜひいただきっていうわけじゃなくて、まあ飲み会でもしたいなと思います。いや、すいません、そこはいただき作ってもらってよろしいですか先生。それただの飲み会じゃないですか。すいません、変なこと言いました。冗談ですよ。じゃあ先生、また来週もご出演お願いします。お待ちしております。あ、もちろんよろしくお願いします。いや、冗談ですよ。本当ですか。うん、じゃないですよ、見ました今。いい、冗談です。ありがとうございました。本当に楽しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。耳を澄ませば料理はほら、誰かを応援している。頑張れと頑張る、その間にいつもキッコーマンはいます。おいしい記憶を作りたい、キッコーマン。